聖書人になりたい、菅野和彦と、ヒロミです。主イエス・キリストは、ヨハネからバプテスマを受けて、天から御霊が与えられた後に、サタンの誘惑にあいます。そして、ヨハネが捕らえられた後に、宣教を開始されるんですね。うん。時が満ち、神の国は近づいた。悔い改めて、福音を信じなさい。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。 というのはヨハネの言葉ですね、うん、バプテスマのヨハネはヨルダン川の向こう側アラノに現れて罪が許されるための悔い改めのバプテスマというものを説いていましたそれは福音の始めなんです主イエスキリストの働きはヨハネのバプテスマの時からと言われていますね、うん、その水のバプテスマ洗礼はレビ記や民数記の中にも 水で洗うという儀式はありましたけれど、食い改めの洗いの儀式ではなかったんですね。ヨハネの洗礼は特別なんですね。うん。預言者という人たちは、神様の言葉を語るという預言の方法の他に、自分のその行動で預言を表すことを命じられることがあります。預言者エゼキエルも不思議な行動をさせられますよね。うん。預言者はよく、 印の奇跡を行いますけれど、このヨハネは何一つその印の奇跡を行わなかったと書かれています。ただ、この悔い改めを進める説教にはとても力があったようです。当時は約束されていたメシアがそろそろ来るとみんなが待っていた時代なんですね。うん。ダニエルの70週の予言にあったように、 約400年の間の帝国の支配下から連れ出されて新しいイスラエルになるということを待っていました。神の国が来る日というのは終わりの日、裁きの日でもあります。神の見怒りが下る日ですね。うん。ヨハネのところにたくさんの人たちが集まってきて、パリサイ人やサドカイ人もいました。彼らに向かって誰が 必ず来るミイりから逃れられると思うのか。悔い改めにふさわしい実を結びなさい。それで、ヨルダン川の反対側、約束の地に入る前の荒野に戻って、バプテスマを授けていました。その荒野から、約束の地にもう一度入ってくる。古い時代が終わって、新しい時代が到来する。そのためのバプテスマでした。 神の国が近づいたというメッセージなんですけれど、政治的な領土的な意味での国という概念ではなくて、神が全てを支配しているというもっと広い救いの勝利についての言い方です。出エジプト記の15章を連想しますよね。うん。モーセの歌の最後に、主はとこしえまでもすべおめられる。主は王となったと。 訳されたりしますけれど。ダビデの天幕の歌でも、主はすべを収められると言いますよね。うん。その96編は、福音を告げ知らせよという詩篇です。新しい歌を主に歌え、見救いの良い知らせを告げよと歌いますね。うん。良い知らせは、イザヤ書の四十章にもありますね。うん。福音は良い知らせという意味ですけれど、 シオンに良い知らせを伝える者よ。エルサレムに良い知らせを伝える者よ。神である主は力を持って来られ、その身腕で術を覚める。その40章はイザヤ書の後半の出だしの箇所です。荒野に、呼ばわる者の声がする。主の道を整えよ。荒れ地で、私たちの神のために、王子を平らにせよ。荒野で、呼ばわる者の声。これが、 バプテスマのヨハネです。その声は主の道を備えるものでした。うん。エジプトから民が連れ出されるとき、残りの民がバビロンやアッシリアから連れ帰られるとき、そのために備えられている道を連想します。神の救いに感謝して、喜び叫びながら登ってくる道ですね。うん。シュイエスはヨハネについて話している中で、次のように言います。 バプテスマのヨハネの日以来、今日まで、天の御国は激しく攻められています。そして、激しく攻める者たちが、それを奪い取っています。んこれは何を言ってるんだろうと思ってしまう箇所ですけれど。天の御国は力強く到来しています。という別訳がありますね。三箇所の予言と一緒に見るようにと提案している学者がいます。終わりの日に、 羊たちを集めるという箇所ですね。うん。打ち破る者は先頭に立っていく。そして門を打ち破って進んで出ていく。その前に王が進んでいく。その打ち破る者というのは羊を野に連れて行った時に囲っている囲いの門を打ち破って、そこから羊たちがブワーッと出てくる。そのイメージです。 天の御国が羊たちのように勢いよく出てくる。うん。囲いの中にいる者たちが勢いよく出てくる。そして、勢いよく出てくる者たちが勢いよく出る。繰り返し言うのはヘブル語の強調の仕方ですよね。うん。神の支配が来たと伝えられて、たくさんの人が解放されていく。ヘロではそれを見て、 いつか反乱を起こすかもしれないと考えて、ヨハネを捉えたんですね。うん。ヨハネが門を打ち破って、羊飼いであるシュイエスが羊たちを連れ出します。荒野で叫ぶ者の声は、モーセの時代に荒野にいた民が出発するときに鳴らしたあのラッパの音のようですよね。この声を合図に、神の子、イエス・キリストの御支配が始まりました。 見言葉に生きる聖書人が生まれ増えていきますように。菅野克彦ひろみでした。